こんにちは、タビニャンです。今回はアップルウォッチを買ってみましたので、その開封動画です。時計は安くていいなって思っていたので、私の時計気がついたら 2,3 分遅れていたり、あるいは止まっていたりと信用できないので、ちゃんとした時を刻んでくれる正確な時計が欲しいなと思っておりました。そこで今回は64,800円の Apple Watch Series 8、画面が大きい45の方を購入しました。こちらは充電のケーブルが入っていました。先端が丸いサイズでした。 iPhone の充電ケーブルと併用することができるようです。これは本体のようですね。本体とベルトは別々にセットされておりました。ベルトも男性用の長いベルトと女性用の短いベルト2本入っていました。受ける方のベルトは1本なので、ベルトは合計3本入っていました。これだったら女性でも男性でも使うことができるので便利だなって思います。普通の時計だったら細いピンが入っていて、時計屋さんに持っていかないとベルトってつかないものなのに、このベルト果たして自分でつけることができるのかなって心配になりました。このベルト本体を裏返して端からスライドするだけで、簡単にカチッって音がするまで滑らせるだけでつけることができました。まずは設定からやってみようと思って、本体をタップしたりネジを押したりしてみました。もう充電はある程度されているみたいで、本体起動したのでびっくりです。それでは説明書を見ながら。 Apple Watch をカメラに向けてください。手持ちの iPhone を近くに置いて Apple Watch の画面を撮るだけで同期が始まりました。Apple Watch 解析を共有します。表示のように進んでいくと同期が終了いたしました。これ充電しようと思っているんですが、この丸いものどこにつけるのと聴診器のように当てております。これは腕時計を外して裏側につけるんですね。なんて革新的。いろいろやって表示はこんな風に設定してみました。アップルウォッチをかざすだけでスイカが使えるので、改札の通り抜けの時に便利なように、私は右腕にアップルウォッチをつけることにいたしました。ワークアウトの機能もあるので毎日運動ができそうだ予感。すごい、アップルウォッチって便利ですね。超初心者がアップルウォッチを買ってみました。